政府は3日朝、北朝鮮からミサイルが発射されたとして J アラートを出しました。しかし、日本の上空を通過する予想時刻の後になって J アラートが出されたことから、システムの精度や発表のタイミングをめぐる課題が改めて浮き彫りとなっています。政府は3日午前7時50分、北朝鮮からミサイルが発射されたとみられるとして J アラート全国瞬時警報システムを出しました。その後、午前8時には7時48分ごろ、宮城県、山形県、新潟県の上空を飛翔し通過したとみられると発表しました。最初に J アラートが出されたのはミサイルの通過予想時刻の2分後だったことになります。この点について内閣官房の担当者は、ミサイルから分離したものが落下してくる可能性もあるので J アラートを出したことが全く意味がないわけではないと説明する一方、発表のタイミングについては、防衛省からレーダー探知の情報がもっと早く共有されれば J アラートを早く出せるとも述べています。政府はその後、実際には日本の上空を通過していなかったとして当初の発表を訂正しました。 J アラートをめぐっては、先月システム上の不具合でミサイルが飛んでいない地域にも誤って警報が出されるなど、精度や発表のタイミングに課題があることが浮き彫りになっています。